さあ、本日もチャリングをしていきます。今回は夏目町から岩井の森に向けて走ります。この辺りは前回走っているのでカットします。今回はその先を右に曲がっていきます。万丈小学校の裏通りですね。昔もよく通った道ですね。ただ変わったかどうか記憶にございません。こんな感じだったような、そうじゃないような。さて、水分も補給し、いざ鎌倉へ。間違えました。いざ岩井の森へ。正直この辺りの道が昔もあったのか分かりません。というか自転車で通った記憶はないですね。左右には住宅も立ち並んでいますね。場所的には安田でしょうか、頼松でしょうか。新しい家も見かけますね。橋の手前にはマンションもありました。久野村川を渡って安田方面へ向かいます。左側にはバイパスが通っています。ということはこの辺りはそれ以降の道路でしょうか。高架下は涼しそうだ。休憩しようか迷っていましたが、前回の休憩からまだ時間も経っていないため、ここは我慢、全身あるのみ。ほふく全身あるのみ。ほふく全身ってこういう感じだったんだ。ぶどうという字に見えてしまった。途中から脱線してしまいましたが、この先、左には豊島塗装さんが見えます。 SNS の活用など取り入れられております。上下関係の厳しい SB の先輩になりますので、ご紹介させていただきました。SB ってなんやねん思われる方も多いでしょう。想像にお任せしてひたすら走り続けます。この道は未知なる道です。通ったことある人少ないんじゃないでしょうか。左に行くとホームセンターがあります。未知なる道をひたすら前進します。安田にもこういう道があったんですね。行き止まりかどうかハラハラしています。正面の緑の建物はスイミングクラブですね。メッサスイミングクラブ宇和島、2023年6月にオープンしたそうです。昔はスイミングスクールもあったんですが、
少子化とともに亡くなりました。さあ、国道に出ていきます。国道を渡り、ジョイフルを右手に見ながら奥へ。この道は今だかつて自転車で通ったことはありません。とりあえず道なりに進んでみます。右側は住宅が立ち並んでいますね。左側は久野村側になるんですね。見知らぬ道を走るのは最高です。これがチャリングの醍醐味でしょうか。国道の裏側がこういう風景になっているとは。日陰に隠れて休憩後、チャリング再開です。しかし岩井の森も広いですね。思いついたまま行動しています。この道がどこにつながっているのか全く分かっておりません。ただそこに道があるから走っています。宇和島市内にこういった道があるということを改めて再確認できる、そういう瞬間ですね。知らない場所に知らない道があり、知らない建物がある。知らない景色を追い求めて、こうしてチャリンコをやっているわけです。いや、実にかっこいいフレーズだ。そんなこと言っているうちに山田電機が。なるほど、ここにつながってくるんですね。この先走ると左側に不問寺が見えてきます。安産期間で有名ですね。